えー、皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、えー。今回はですね、一応メンテナンスがね、ありまして、えー、お知らせが来ておりますので、えー、見ていこうかなというやつです。さあ、早速見ていきましょうか。えっ、ー、と、ここからかな。まあ、これに関しては、えー、先日、えー、お知らせにもあった通りですね、えー、新章。 追加えっ、ー、と、えー、戦術スタイルの上限解放というところで22章、23章、そして、えー、と戦術レベルの上限が420まで、えー、解放されましたというところのお知らせになっております。うんと、とりあえず、まあ大体の人は380まで、まあ、1個ぐらいはいってると思うんで、 まあ,あ、とりあえず420まで、まあ、上げて、えっ、ー、と、いろんなところをね、えっ、ー、と、編成だとか、その辺の枠を開けてからっていうのが、多分、いいんじゃないかなとは思います。ね、どれを上げるかっていうと、うーん、まあ、防御型か攻撃型か、どっちかが一番いいんちゃうかな、うん、と思います。で、これで、えっ、ー、と、周回クエストが、ええー、追加されましたというところで、ええー、来ております。これ、色書いてるかな色、色書いてる まあ書いてないかもしれへんけどえっ、ー、と1個目が緑でちゃうちゃう1個目は紫で2個目は緑ですねうんあの着てるみたいなんでえー、っと紫と、えー、緑まあまあ最初は紫だけですけどまあ、傭兵ですね雇、えー、って、えー、やっていったらいいのかなと思います そして、うんパックはいいとして、ガチャガチャも後で見ていきましょう。で、イベントが来てますね。まあ、いつも通りのやつかな。うん。ちょっとくしゃみが出そうですね。はい。<laughs> ねあの、花粉症がなんかここに来てさらにやばくなってきたかな。ちょっと体調もちょっと崩してましてね。はい。ちょっとご存知の方はもしかしたらご存知かもしれんけど。はい。えー、いう感じでイベント来てますので、いつもと一緒ですね。まあ、これは、うんと、ルーレットかな。うん。 になってるんで。あ、じゃあ、スゴロってやつか。うん、スゴロか、これは。はい。えー、っと、500までのやつですね。はい、来てます。まあ、頑張ってやっていきましょう。最近、ちょっとイベントをサボりすぎやからな。んで、アルミンのスキルが、どうやら、えー、改善されましたよ、というところで、うんあ、してるみたいです。うん、まあ、持ってるけど、ちょっと育成しないで、なんとも言えないですけど、全然知らなかった、知らなかったか全然、わかんないですけど、まあ、どうやら、はい、あの、改善されてるみたいなので。 うん、あのちょっと試してみてください一応意思もらえてますそしてまあここのお知らせに来てんのかな多分あると思うんですけどあの熟練がなんか変わったみたいですねうんえっ、ー、と一応、えー、X の方にはさ、えー、してもらいましたけれども確定枠ができたみたいですえー、まあ何でもいいんですけど、まあ、これで見ると一応確定成功までプラス12%ってなってるんですけどこれ一回やると一回やってみましょうか この普通のやつ使って、今やると、まあどうせこれ失敗するんで、はい。すると、これ11%パー、あ、もうちょっと消えちゃったんですけど、今ちらっと見えたんですけど、11%パーになってるんで、えっ、ー、と、普通の熟練アップのやつやったら1パーずつ、えっ、ー、と、上級のやつやと2%パーずつ減っていって、えー、いずれ、その確定枠が、まあやってくるというところで、えー、この辺まだ見れるあ、見れへんな。もうちょっと下やったら見えるかな。この辺と見れるうん。ここやったら7%パーとか、まあ要はその、そのキャラの熟練の、 まあ数値によって確定枠までの,、うん、あのパーセントが、まあ、多少なりとも変わってくるんですけど、まあ、これやったら普通の熟練7回失敗したら次が確定みたいなところがあるんで、まあ確定枠はできれば上級の熟練を、まあ、使った方がいいよね。そんなね。うん、えー、になってると思うんで。となると即終来の使いどころがいまいち分からなようになってくるな。うん。<laughs> どっから使っていいのもう最初からバンバン使っていいと思います。はい。そうなると。うん。 あの、上げたいキャラは促進剤使ってもいいのかなと思いますね。上がったらラッキーみたいなねで。いずれは確定枠がやってくるんで、その時はもう促進剤使わずに、えー、上級、なるべく上級熟練所を使って、まあ、ワンチャンん上がるみたいなね、えー、ところでいったらいいのかなと思います。まあまあ、思ったより良かったかな。<laughs> あの、自分の中ではハードルもっと下やったんで、うん、改善と言っても、うん。 もっとあの課金される方のみの恩恵法ね、えー、みたいなコンテンツが追加されるとか、そのリソースが追加されるとか、まあ、そんぐらいかなと思ってたんですけれども、まあ、この仕様やったらまあ、課金せずとも、いずれはあの確定枠までたど、えー、り着けるっていうところがあるんで、まあ、ちょっとね、熟練のそれ、熟練書のそれはかなりね、必要にはなってくるものの、まあ、安心材料ではあるかな。うんうんまあ 出話で喜べるか言えたらどうかわかんないですけどでもまあこれがけやってくれてるってことはまあ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 いいんちゃうぐらい <laughs> よかったっすねぐらいの、えー、感じでは見てるんですけれども、まあ、上げやすくはなったよね、うん、ドハマりしたらもうえらいことになるからねはい、まあ、そういった意味ではこの辺のめちゃめちゃうん35から上げていくっていう意味ではいずれねもうあと12回ぐらいこれ失敗したらあのー、確定枠のねいけるんで うんだから30やったから何ぼ ?300 何ぼぐらいもっとれば絶対位置は上がるっていうような感じですね。うん。ああまあまあいいんちゃうって感じ。<laughs> はい。えーというようなところで、えー、っと、ガチャガチャの方を見ていきましょうか。えー、っと、今回はなんていうのコガに移るし、うんと、浮世姿うん。的なガチャが来ております。えー、内容を見ていきましょう。 えまず、新規実装されてるキャラは3名ですね。えー、1人目がリヴァイですね。前衛の攻撃型の PVP で来て,来てますね。はい。っていうところで、スキル見ていきましょう。ちょっとすいません。さっき鼻すすってるんですけど、申し訳ないです。はい。っていうところで、えー、スキル1に関しては単体で、えっ、ー、と、余ダメージアップが一応スキル2はついてる。えー、これも味方全体についてるみたいですね。まあ、最大で1.2倍。なので、えー、初期はなんぼだよな。1.1、うん、とかなんかよわからんけど。うん。 で、えー、PVB 属性が相手に、えー、その相手が PVB 属性やったら、えー、っと、1.4倍って感じかな。うんえー、そして、スキル2に関しても単体で、まあ、貫通はついてるって感じですね。うん、PVB 属性で、まあ、使えるキャラの、まあ、最低限になってくるかな、ここは。うん、攻撃キャラっていう意味ではね。 貫通ついてないとちょっと攻撃キャラはしんどいかなという意味ではついてるからまあ OK ですね。えー、スキル3に関しても一応貫通ダメージついてるというところで、えー、これが単体と追撃もあるみたいですね。で、ここが麻痺が入ってれば、うん、あのー、ダメージがアップするみたいな感じなので、えー、そういうことね。スキル、支援スキル1で麻痺がつくと。うんこれが模擬戦のバッ で登場した時になるほどね。いや、これはなかなかやりおる祝いちゃうか、これ。うん。相手側にそうやな、あの、ポルクおったらどうなるの多分入らへんのかな。新スキルからの麻痺不要みたいなとこやから、うん。いや、多分入らへんのな。ポルクおったら多分防がれる可能性は大やけど。これ2回、うん、結構。 これ刺さったらでかいな、まあ、80%なんで確定じゃないんですけどまあ刺されば相手側の強い方のまあクリスタとかのスキル打つことができなくなったりとか、まあ、するよねうん。 うんまあ、確定じゃないところが、まあ、若干心もとないところあるけど支援スキルなんでこれ貫督で80でしょだから、まあ、初期は何ぼか分からんけど50%ぐらいかな、まあ、50%やったらちょっとしんどい気もするけどやっぱなんやかんやで凸が必要になってくるか、うん、だいぶ強いんちゃうかな、うん、PVP では結構この子を使うことになるんじゃないうん なんか、嫁屋に持ってなかったら、もう、これ狙ってもいいよね、だいぶ。まずはね、うん。持ってても、うん、麻痺とか入れれるんやったら、でかいよね。ただし、ポルコに注意って感じ。はい。で、二人目は、緑の攻撃型の前衛ですね。え、二波、これ、初かな二波。前衛の二波、初ちゃうかな。えー、スキル見ていきましょう。えー、単体の、えー、っと、標的発足入っとったら3600%。うーん。 あの、エルヴィンよりは、ちょっと劣るものの、まあ、いいんちゃうかな。うん。回心が2.5倍。うん。いいんじゃないかな。まあ、ダメージもそこそこ出し終わると。えー、スキル2に関しては、全体攻撃やね。ね、これが、回心のダメージアップと、ためるも入ってるみたいなので、えー、っと、これ、周回向けになるところはな。えー、っと、エルヴィンが、多分、全体攻撃なかったと思うんで、えーっと、 ここはありがたいかなスキル3に関しても全体やね。うん、全体攻撃で、えー、と標的補足が入ってれば、まあ、ダメージのそれも上がると、えー。そして支援スキルで標的補足が入れれると。えー、登場登場したら3回入れ,れるみたいなんで、これクールタイムんないのかな、うん、ないみたいですね。なのであの出てきたら、えー、自動でつくみたいなところがあるんで、完全にこの子1人で完結できるようなスキル回しができるかなと。 思いま,すあまあ周回のまあ2個目のやつが緑なんでそういった意味ではこのことあとはモグミンとかかなあの辺が周回のアタッカーのまあ今のところの。 候補にはなってくるかなと思います。まあ、今のガチャガチャでも緑のやつで来てると思うんですけれども、モンィミンとこのニファーが、えー、っと、ヒットになってくるかな。まあ、エルビンは単体単体のスキルになってくるんで、まあ、周回向けではないよね。ただし、まあ、瞬間火力的には一番出し寄ると。 でもこれ3600%なんで、え、なんで <laughs> ?3600% なんで、まあ、全然見劣りはしないかなというような感じですね。さあ、そして3人目は、後衛の攻撃型の緑耐性のミケですね。なんかかっこいいですね。はい。えっ、ー、と、支援スキル1に関しては、回心の定数アップですね。定数アップはありがたい、スキル1は。え、そしてスキル2に関しては、攻撃を1.6倍で、回心が1回発生するごとに、えー、出るというところで、えー、得るクル40秒かな。うん。 だから20の、20秒間は継続するんで、20秒間は何もできないってやつかな。うん、あただし、まあ、会心が発生したら、うん、攻撃力アップするっていう支援スキルなんで、ままあ、当然この2波にもつけてあげても、まあ、いいでしょうし、他の、ね、キャラでも全然会心ぐらいはもう一発ぐらいで足を呼ぶでしょう。はい、<laughs> なので、えー、どこの緑の後ろにもつけれるかなというようなイメージですね。はい っていうところで、えー、っと、まあ、今回のガチャガチャなんですけれども、ちょっとリヴァイ、ちょっと狙いたいなというところと、まあ、緑に関しては、あのー、周回の、うん、キャラ持ってないね自分。えー、2波も狙っていきたい。はい。というわけで、えー、最大で100連、ちょっとね、やっていきたいなと。100連じゃないね。50連。何言ってん,んですか。<laughs> <laughs> 100連もできへんよ。えー、50連、ちょっとね、やっていきたいなと思いますので。私はね、やっぱ、周回クエストがね、解放されたっていうところで、赤石もね、ちょっと使っていかないといけない事情が、まあ、あるので、とりあえずは6000個使ってい,くたいきたいなと思います。というところで、まあ、当然、10連目で2枚引っこ抜けたら、もうそれにて終了。はい、いこう。まずは、ぼっちね。うん。まあ、2枚抜きはなさそうだ。まず、まずね。 マントもつけておるとしっかり。まあ、ただし、あの、この前なんか動画のコメント欄で、ボッチマントでピックアップ来たっていうね、方も、まあ中にはいらっしゃるみたいなんで、あの、全然希望を捨てなくていいみたいですね。まあ、奇跡的なあの確率でしょうけど。はい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 、はい、というわけで、10年目は、まあ、うんって感じ。さあ、20年目。この辺でミカサ連れてこいよって。 まあ、連れてこずと。マントはマントもしっかりつけておる。まあ、これさっきの、あの、デジャブみたいなところかな。はい。<laughs> ああ、50連ぐらい引いたら、まあ、なんか引くっしょ。うん。まあ、最近のガチャガチャ事情で言うと、まあ、なかなかのいい引きをね、続けてるんで、まあ、この辺20連目までは、まあ、許す。うん。30連目からちょっと本気だしてくれ。はい。というわけで、えー、っと、 30連目ですね。あと30連か、うん。あと30発ね。はい。いや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  <laughs> いや。もうぼっちは見分けた。あ、見分けたって。見飽きた。うん。と言ったら、マントを外していく。ここでしっかり噛んでくれ。噛まへんのかー。はあ。おう、フロックか。まあ、ええー、か。うん。はい。まあ、フロックに関しては、まあ、あのー、 <laughs> このガチじゃなくても出るんでねまあ何とも言えないですけどさあ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 次が40連目、ね、うんまあの背景付きが来たんでねまあ上り調子ではあるはいこれなんかちょっと今ロードみたいな時間長なかったうんこれ新規来てると踏んだねっねっ <laughs> <laughs> いやと思ったよ俺はうん、まあ、しっかり噛んでいくとお友達とまあなんやわからんけどうんあのお友達とられる前で過去つけてくれたというところでうん2枚抜き欲しかったなさあどこで <laughs> とりあえずとりあえずまずリヴァイからでああミケかミケからかちょっと嫌やなあそこは <laughs> はい,はい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 。えっ、ー、と、まずは、三ケから、うん、ピックアップもらえたと、というところで、次、え、次50連目やんな。せやんな。せやせや。うん。えー、<laughs> 一番別にどっちでもいいところから弾くのやめへんはい。はい。三笠まあ、最後の最後でね。しっかり噛んで。 お願いしますかまへんのかマジかこれはつらいなはい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 誰やどの面下げて出てくるはいこの面でした、はい、<laughs> ええー、マジどうしよっかないやごめんもう10連いきます もうこれ最後10連掘って出へんかったら、うん、や,うやるこやなうん。まあ、欲しいな。うん、いくか。お願いします。んなんか、早かったね、今のリロ,ロードは。<laughs> はい。まあ、終わりでしょう。ないというところで、えー、っと、一応60連やってきましたけれども、 うーん。見てだけね。うん。まあ、使えなくはないと思うけど、元父はちょっとやっぱしんどいやろな。光栄なんでね。うん。はい。というところで、えー、っと、お知らせ見ていったのと、まあ一応新ガチャを60連まあやってまいりましたけれども、まあ、最近にしては一番、まあでも、あれかピックアップ出てるから、もう全然言っちゃえんか。うん。まあでも自分が欲しいところではなかったっていうところは、まあ残念かな。 レ、うん、ベル解放はね、来てるんで、またね、えー、っと、3、420までか、うん、あの大変な <laughs> 日々がね、えー、また始まっちゃいましたけれども、まあね、頑張っていきましょうというところで、えー、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。